どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、えー、まとめてね、紹介していきたいなと思いますので、えー、ぜひね、お付き合いいただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。 それではまずですね、ANA 広島東京就航60周年記念ということで、こちらね、感謝の気持ちを込めて、広島空港にて記念品贈呈が行われます。こちらね、8月23日のね、ANA のプレスリリースね、出ているわけなんですけども、9月の1日ですね、イベントが開催ということで、広島空港2回国内線登場ゲートで、ANA678 便の 12時55分発、広島、14時20分、羽田着。またね、ANA680 便、15時20分発、16時45分、羽田着ということで、この2便でですね、この60周年ステッカーと記念品贈呈と、もう一つはですね、60周年記念ステッカーと記念品贈呈及び出発便横断幕による見送りを行いますということで、こちらですね、ステッカーはね、こんな感じになっておりまして、またね、記念品ももらえるということで、あと 見送りもね、行われるそうなんで、えー、ぜひね、気になる方は参加してみていただければなと思います。2023年9月1日ということで、まあ、平日ですけどね、はい、広島空港ね、近くにある方は、もしくはね、えー、こちらね、参加されたい方はぜひね、チェックしてみてください。こちらね、公式タイトルにね、えー、載せておきます。で、次ですね、今月の8月29日、ANA 9ということで、今回ね、1本の動画にしてないということは、そうです。残念ながらですね、今回のね、ANA 9 8月29日、 日日毎月ややあのの感謝の日やっておりますけどもえ残念ながらですね、今回ね、8月29日は、減額マイルキャンペーンともにね、ANA の、ね、スーパーセールえ行われないということで、残念ながらですね、そんなにキュンできなかったっていう感じですね。今回は ANA トラベラーズホテルのラグジュアリーホテル、あと ANA 大、 トラベラーズダイナミックパッケージと、あとはね、ANA トラベラーズのアクティビティ。あとね、ANA トラベラーズダイナミックパッケージと、海外旅行に使えるクーポン。あとね、ここだけちょっとね、チェックしたいなと思ってるんですけども、ANA ポケットね、やってる方いらっしゃいますかね。まあ私はもうね、やめてしまったんですけども、えー、抽選会に国内線、えー、往復航空券が入ったり、新規登録のね、ポイントアップということで、これもね、えー、結構ね、良さそうなので、ちょっと私もね、再開したいな、なんていうふうに思ってるんですけども、これがね、 詳細がまだね、見れないということで、これもね、まあ良さそうだったら動画のコミュニティ欄とかでね、発信したいなと思います。あとね、ふるさと納税とかだったり、まあこれはね、もうほとんどいつも通りということで、ANA モールだったり、ANAA スタイルのクーポン、あとね、ANA の保険。 あと、ANA フェスタね、29日限定で2.9倍になりますっていうね。まあ、こういった感じで、残念ながらね、減額マイルキャンペーン、またね、スーパーセールはね、行われないっていう風になりますんで、こちらもね、気になる方は、こうしたとね、見ていただければなと思います。それでは次ですね、こちらマスターカードのね、プレスリリースなんですけども、コリンソンとですね、マスターカードがね、提携ということで、まあ、こちらね、あの、コリンソンって知ってる方いらっしゃるかと思うんですけども、プライオリティパースね、ありますよね。 フライトパスを運営しているのは確かこのコリンソンという会社なんですよね。で、今回ね、マスターカードと、えー、提携しましたということで、えー、三井トラストクラブはマスターカードフライトディレイパスを日本で初めて採用ということで、こちらね、三井住友トラストクラブが発行するマスターカードの、えー、トラストクラブワールドカードおよび、えー、ワールドクラブエリートカード会員は、えー、フライトが遅延した場合の、えー、千世界1400国以上のプレミアムランジを利用可能にということで、フライト ディレイパスっていうのはね、あるんですよね。こちらね、一応日本で初めて採用っていうふうにね、まあこの、 プレスリリースになってるんですけども、確かに日本での会社では多分初めてかもしれないんですけども、これね、あの、飛行機が遅れた時にラウンジが使えますよっていうサービスなんですよね。まあ、このサービス自体がですね、今回このマスターカードのね、あの、ミツイストラストクラブが発行するトラストクラブワールドカードとトラストクラブワールドエリートカードにね付帯するわけなんですけども、まあ、このサービス自体がですね、あの、レボリュートってありますよね。あれのメタル会員とかね、上級会員も確か対象だったかな。 っていうので、このフライトディレイパスってね、あの、蓋してるんですよね。ですので、これね、結構、あの、日本で初めてね、採用されたわけなんですけども、あの、レボリュートではですね、もうすでにね、あの、サービス提供されておりますんで、まあ、私聞いたとこれ聞いたことあるなと思ったんですけども、まあ、レボリュートは日本の会社じゃないんでね、多分こういう書かれ方を、まあ、されたのではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、一応ね、こういうサービスがですね、開始になりましたので、まあ、対象カードね、保有されている方は、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。まあ、このね、 プライドディレイパスによって、えー、コリンソンが、ね、提携しているラウンジキー、まあこれがね、利用することができるって言いたがちになるんですよね。ですので、まあプライドティパスがね、提携しているところは、まあラウンジキーがね、使えるところが多い、まあ全部ではないんですけどね、まあこういった感じでね、利用することができて、えー、フライドチェーンの通知とデジタルラウンジ利用券が自動的リアルタイムで送信されるみたいなので、まあ 本当にね、リンクされてくるのかっていうところはね、非常に心配な部分はあるんですけども、まあ一応ね、ラウンジ利用券がですね、フライト遅延通知とね、あの、連動して送られてくるっていうふうになりますんで、特にね、あの、申請用紙にね、記入する必要はないらしいんですけども、一応ね、このラウンジパスが記載された e-mail または SMS が提示するだけで利用できるって言い方がちになるそうなんですよね。で、今回ね、提携が開始になるね、 え、こちらですね。え、三井住友クラブが発行する、え、トラストクラブワールドカード、及び、え、ワールドクラブエリートカードっていうのがどのカードかっていう話なんですけども、こちらが、え、トラストクラブワールドカードですね。こちらね、持ってる方少ないと思うんですけども、年会費がね、13,200円で家族カードね、無料のクレジットカードなんですけども、このカードですね、ポイントサイトにね、同額の案件で出てたりもするんですけども、このカードですね、13,200円年会費かかるんですけども、これがね、結構 強かったりします。国際線、テミリオン、に、無料、えー、こちら2個までね、利用することができて、またね、出発地と、えー、ご帰国時、えー、両方ともね、往復2個利用することができるっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃでかい特典ですね。ですけども、これに13,200円のね、年会費を払うかって言われると、まあ、あの、っていうところがね、あるわけなんですけども、あの、往復2個ね、利用できるって多分、アメプラぐらいしかないと思うんですけども、まあ、 あとで、ね、も、あの、もっと高級系なね、あの、クリジットカードあると思うんですけどね。はい。ですんで。 このね、往復2個っていうのはですね、かなりね、強い特典だな、なんていうふうに思います。あとね、ダイニングバイ招待日和。まあ、こちらね、2名分利用すると1名無料になるサービスなんですけども、で、こちらもね、1 3 0 250点のね、有名レストランで利用することができるということで、まあ、これもですね、13,200円の年会費にしては、まあ、いい特典なのではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、最近で、ね、アメックスグリーンの月会費制のね、クレジットカードでこのダイニングバイ招待日和にね、利用することができるように なったのでおそ、まあ、らくねここまでの数のレストランは利用できないかもしれないんですけどもまああちらは、ね、え月1100円とかでしたっけあの結構ね安く利用することができるっていう風になりますのでこのカードが、ね、めちゃくちゃお得かって言われるとまあ、ちょっと微妙なラインではあるんですけども一応今回ですねこのカードもですねえフライトディレイパスね対象カードに入っておりますのでぜひ、ね、覚えておいていただければなぁと思います。ででもう一つですねワールド エリートカード。こちらもね、一応対象になってるんですけども、このカードね、もともとプライオリティパスね、ついてますんで、まあ、フライトディレイパスがついたところで感が、まあ、ちょっとあるんですけども、このカードね、あの、いろいろついてますけども、えっと、年会費がね、高いんですよね。はい、14万3000円ということで、普通にね、あの、気軽に発行できるね、年会費のカードではございませんので、一応ね、このカードにも、えー、フライトディレイパスがね、えー、付帯しましたっていった形になります。 それでは次にですね、ポイントサイトの案件2つですね、えー、ちょっと紹介させていただきたいんですけども、これはね、確実に突撃案件ですね。マレーツカード。私もね、この動画撮り終わったら発行いたします。えー、土日限定ポイントアップということで、えー、こちらね、イオンのカードなんですけども、マレーツカードね、発行利用で8000円分のね、ポイントが もらいますで、条件が発行とえカードショッピング5000以上の利用ということで、まあ多分ね、これイオンカードなんで ApplePay にもね、登録することができると思いますんで、あの ApplePay 登録してね、ワンとかに5000チャージして終了になると思うんですけれども、こちらのね、ポイント獲得条件が、そうですね、ショッピングえ翌月末までに5000ということで、まあそんなに、ね、ハードルも高くないですしねえ、非常にね、おすすめっていただきになります。で 平井さん8000しかもらえないじゃないですかっていう感じだと思うんですけどもこちらですね公式サイトの方で こちらで最大1万ワオンポイントプレゼントキャンペーンがやってるんですよね。このワオンポイントっていうのはですね、暮らしのマネーサイトで ANA マイルもですね、T ポイント経由で交換することができるっていうふうになっておりますので、こちらね、1万ポイントということで、7500ANA マイルにね、交換することができるって言った味になります。で、この最大1万ポイントっていうのは、毎月1500ポイントずつね、もらえるっていうふうになっておりまして、申し込み期間が9月の30日までの人になるわけで なんですけども、まあ、今発行していただければね、利用することができて、こちらね、毎月3万円チャージしていただくと、えー、1500ポイントがね、もらえて、えー、半年、えー、達成していただくと、さらにね、えー、1000万ンポイントプレゼントということで、まあ、合計ね、1万万ンはね、獲得することができるって言いたがちになるんですよね。 で、先ほど言った通りですね Apple Pay でね和音にチャージできると思いますんで和音にチャージしていただいてミニストップ利用できる方はですねミニストップで楽天キャッシュとかね買ってあの投資インタクトがね利用することもできるっていう風になりますんでこのキャンペーンねめちゃくちゃいいっていう風になりますんでぜひねこちら参戦ねしていただければなと思いますでこちらの案件ね土日限定っていう風になっておりますんでこの動画が出ている日でないとですねこの8000分ねあのポイント下がるっていう風になりますんでね明日の なるととこの点はね覚えておいていいいたただきたいなと思いますそれでは次にですね私の動画でね各種アメックスカードからですね経由してえ投資信託とかね楽天ペイとかね利用いたしましょうっていうね話を結構させていただいてるんですけどもまあこれがね a u p a y リペイド経由ということでこれ iPhone しか利用できなくてまたねこれは iPhone しか利用することができませんまあこういった感じでねいろいろルートがありましてこれがね android の方が利用できるルートということでまあいろいろねルートはある 気になる方はねこれ専用の動画出ておりますんでぜひねチェックしていただければなと思うんですけどもで今回ですね、まあ、こういったルートでねあの楽天の投資信託ね購入まあつ月5万円までねこの楽天キャッシュで積み立てね利用することができるわけなんですけども、まあ、これでね絶対この楽天証券がね必要ですよねですので今までねちょっと面倒くさいなってやってこなかった人はですね今ねかなりチャンスということで、えー、楽天証券がね1万5000円までポイントアップしてるんですよね で、またね、さらに500ボーナスポイントをもらえるということで、こちらね、あの、入金、口座開設と5万円入金するだけで取引なしでね、この1万5千取れるっていう風になりますんで、もしね、 今までめんどくさいなと思ってた方はですね、このタイミングでね、楽天証券のね、講座解説、えー、利用していただくのね、かなりおすすめっていう風になっておりますし、ま、いつもね、1万ポイントぐらいまでね、上がったりするんですけども、1万5500ってね、かなり過去最大のポイント数だと思いますので、まあ、この機会にですね、講座解説ね、えー、しておきたいよっていう方はですね、ぜひね、こちら利用していただければな、なんていうふうに思います。概要欄にね、案件載せておきますんで、ぜひね、取りこぼしないようにね、えー、していただければ なればなと思いますそれでは次にですね私の動画でですねプライティパスのねおすすめのカードを、まあ、昨日もねダイナースクラブね紹介させていただきましたけども こちらのカード、皆さん知っておりますかねこちらね、インスタグラムでね、教えていただいたんですけども、静岡銀行のセゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードということで、まあ知ってる方ね、かなり少ないと思うんですけども、まあこれね、また改めてね、あの、一方の動画にね、するかもしれないんですけども、こちらのクレジットカードですね、静岡銀行のあの、セゾンプラチナということで、こちらビジネスカードじゃなくてね、個人カードなんですけども、このカードですね、なんと、 プライオリティパスがね、使えるんですよね。まあ、それはね、セゾンのカードなんで、プライオリティパスね、使えるのは、まあ、当たり前なわけなんですけども、こちらのカードですね、年会費が2万2000円。まあ、個人カードなんでね、2万2000円で、まあ、特にね、200万円使って減額とかはないんですけども、こちらのクレジットカードはですね、 家族カード無料で4枚までね、発行することができるんですけども、このね、1枚目のクレジットカード無料ですよね、家族カード。で、このクレジットカードは1枚無料のね、家族カードにもプライオリティパスがですね、プレステージ会員でね、利用することができるクレジットカードっていう風になってるんですよね。非常にいいですよね。 ですので、こちらのカードはですね、ご夫婦とかでね、プライティパスで利用されたいっていう方にね、非常にお勧めのクレジットカードっていう風になるんですよね。まあ、とはいえですね、一つね、注意点がありまして、まあ、こちらね、静岡銀行とセゾンのね、提携カードっていう風になりますんで、 こちらね、静岡銀行の口座がないと多分ね、発行することができないと思いますので、まあ、この点だけね、注意していただきたいな、なんていうふうに思います。まあ条件としてはですね、こちらね、まあかなり2万2000円でね、利用することができて、家族カード1枚までね、プレステージ会員で、プライティパスね、使い放題で利用することができるっていうふうになりますんで、まあ先日ね、紹介させていただいたこちらの MUFG プラチナカード、まあこちらもね、年会費ね、同じで、家族カード1枚無料で、プライティパスもね、 プレスエージ会員でね、家族カード1枚利用することができますので、まあ、どちらでもいいと思うんですけども、まあ、一応ね、こちらも覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。で、この前ね、紹介したとき、こちらね、ポイントサイトの案件ありますよ。初年度ね、実質無料で利用することができるって話をさせていただいたと思うんですけども、こちらはね、静岡銀行、セゾン、プラチナ、アメリカエクスプレスカードも、こちらね、ポイントサイトハピタスにね、案件あるっていうふうになっておりまして、こちらね、発行後、 ちょっとね、条件がありまして、5000円使わなきゃいけないんですけども、まあ5000円だったらね、まあ Apple Pay 等々でね、チャージしていただければ一瞬で終わると思いますんで、えー、こちらね、多分これもね、Apple Pay 登録できると思いますんでね。はい、こちら新規発行とショッピング利用で22000ということで、まあこちらも年会費ね、実質無料でね、初年度は利用することができるっていうふうになっておりますんで、 こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。こちらのハピタスのね、案件自体も、えー、概要欄に、ね、載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。まあ、どちらのカードにしていただいてもですね、初年度年会費実質無料で、またね、家族カード1枚までね、無料で利用することができて、その家族カードにもプレステージ会員でですね、プライティパスね、付帯してるっていうふうになりますんで、まあ、ご夫婦でね、利用されたいっていう方は、まあ、どちらかね、発行していただくのがね、いいのではないのかなと思います。まあ、こちらのカードね、 ね、永久不滅ポイントはね、貯まるカードっていう風になりますし、またね、セゾンの、えー、クレジットカードっていう風になりますんで、このね、公共料金も税金も全て1%関係、これが結構強いですよね。はい。っていう強みもあるんで、私個人的にはこっちの方はね、いいのではないのかな、なんていう風に思うんですけども、まあこちらね、あの、お好みにはなりますけどね。はい。こういった感じになります。それでは次にですね、こちらね、ユナイテッド航空のね、ページなんですけども、 今ですね、東京からロサンゼルス行きのね、航空券で、11月、12月、えー、っとね、祝日土日とかはね、ちょっと対象外になっている日はね、多いんですけども、今なんとですね、これ11月の1日から8でね、東京ロサンゼルスね、エコノミークラスで検索しますけども、はい、うんちが出てまいりました。見てください。今ね、往復86,110円で、 利用することができるんですよ。成田からロサンゼルス。こちら、往復ですからね。はい。めちゃくちゃいいですよね。今ね、こういった感じで、あのね、値段が出ておりまして、10月の終わりとかね、11月の頭とかね、結構ね、幅広くね、運賃出ているっていうふうになりますんで、まあ、この機会にですね、ロサンゼルスね、利用されたい方、ぜひね、チェックしていただきたいな、なんていうふうに思います。で、こちらね、86,110円、往復でね、成田からロサンゼルスへ利用 することができるわけなんですけどもまあ、もちろんね直行便で羽田になるとねちょっと値段上がっちゃったりするんですけどもまあ、こちらねかなり安いですよね片道4万円ちょっとぐらいでね利用することができるっていう風になりますんでロサンゼルス旅行ねちょっと計画されてるっていう方だったりねちょっと興味のある方はぜひねチェックしていただきたいななんていう風に思うんですよねでこれね現金でも安いんですけどもなんとですねこれマイルに変えていただくとですね こちら、マイルに変えていただくとですね、こういった感じになるんですよね。38,300マイルということで、はい。ちょっと前にですね、ユナイテッド航空のこのマイレージプラスっていうのは、東京からね、このアメリカ路線っていうのは解約されてしまったんですよね。ですので、今ね、普通に通常で発行すると、多分5万5,000マイルがね、最低マイルになってくると思うんですけども、今ね、セーバー特典ということで、 減額マイルキャンペーンみたいな感じで、えー、まあ、キャンペーンではないんですけども、まあ、減額マイルがね、適用されているみたいな感じで、非常にお得にね、利用することができるって言い出しになってるんですよね。で、こちらでね、見ていただきたいんですけども、かなりの日付でですね、えー、38,300マイル。えー、しかもね、こちら、ユナイテッド航空なんでね、えー、ネイサーチャージもかからないね、えー、追加費は6,100。 90円でですね、片道利用することができるっていうふうになっておりますので、これもね、非常におすすめって言ったがちになります。12月に入ってもですね、ちょこちょこね、この3万、最低だとね、3万5500マイルまでね、下がって利用することができるっていうふうになっておりますので、これね、めちゃくちゃおすすめですので、ぜひね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、マイル溜まってて、ちょっとね、 あの、国際線で利用したかったっていう方はですね、めちゃくちゃおすすめなんでね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。先ほど説明したのは38,300マイル。もっと低かったらね、35,500マイルでもね、片道発見することができるっていうふうになりますんで、まあ私がね、あの、2023年のゴールデンウィークにですね、このロサンゼルス路線ね、利用させていただきましたけども、本当に同じぐらいのマイル。 むしろこっちの方が多分少ないんじゃないかななんていうふうに思いますので、まあこちらね、11月とか10月入ってたかな。ちょっとそこはチェックしていただきたいなと思うんですけども、11月、12月ですね。まあ年、あの、12月の後半とかね、利用することができないんですけども、まあ12月の頭ぐらいまでだったらですね、かなりのね、少ない必要マイルスでね。 え、利用することができるっていうふうになっておりますんで、これね、めちゃくちゃおすすめですんでね、ぜひね、チェックしていただければなぁと思います。こちらね、ユナイテッド航空っていう風になっておりますんで、マリオットからですね、即時交換もね、ポイント交換でマイルね、交換することができるっていうふうになりますんで、マリオットポイント6万ポイントで3万マイル。しかもこれね、即時で交換することができるっていうふうになりますんで、マリオットポイント持ってる方はね、これ利用したいっていう方は、ま、今すぐね、交換していただいて、利用、あの、予約していただくのもね、 おすすめっってていう風になっておりますんでぜひね、チェックしていただければなと思います。まあ、現金価格はですね、多くね、8万円ちょっとっていう風になりますんで、どちらをね、利用するっていうのはね、まあ、お好みはなりますけども、まあ、現金価格でもね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。 ということで、今回ですね、ちょっと細かい話ということで、まとめてね、紹介させていただきました。いや、ユナイテッド航空のですね、東京ロサンゼルス行きね、これはね、めちゃくちゃいいですよね。 もしね、え、利用されたい方ね、いらっしゃいましたら、まあ、一応ね、こちらキャンペーンではないわけなんですけども、ま、座席数はね、確実に、あの、残り数がね、連動していると思いますので、利用されたい方はですね、できるだけ早めにね、予約していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントで、ね、やっておりますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。